キルヒアイス。はい、ラインハルト様。俺は宇宙を手に入れることができると思うか。父さんは皇帝に姉さんを売ったんだ、僕の姉さんを。その日、少年は復讐を誓った。キルヒアイス、僕と一緒に行こう。一緒に姉さんを取り戻すんだ。一兵たりとも逃すな。撃ちまくれ。宇宙は終わりなき戦乱の最中にあり、少年は英雄への階段を登っていった。だが、あの金髪の小僧をすぐにでも排除すべきです。この国のためになりません。事実を見ようともしない者たちをあの男は一掃する気でいる。これは国家の再建に避けては通れない正義の戦いなのだ。あの男が我々にとって不利な行動を取った場合、即座に抹殺できるよう監視するのです。なんとね。部下の中にまで敵をお作りになりますわ。有能な男だが、特権的に考えられては困るが。キルヒアイス、もうすぐだ。もうすぐ宇宙は俺たちのものになる。作戦行動第2段階へ。艦隊正面に敵。役目は果たしましたよ先輩。いけない、悔しいさ、決まってる。バカどもが。地球という惑星に文明が誕生して以来、滅びなかった国家は未だかつて一つもありません。大胆な人だ。さて、誰が勝ち残るかな。銀河を揺るがし、星が乱れる。ローエングラム公ラインハルト、会ってみたいものだな、ヤン・ウェンリーに。銀河英雄伝説、ディ・ノイエテーゼ。